クリス・キャンディードはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州エジソン出身。祖父は元 WWWF の前座レスラー、チャック・リチャーズ。妻はマネージャーとして活躍したサニーことタミー・リニシッチ。弟のジョニー・キャンディードもプロレスラー。ラリー・シャープ主催のモンスター・ファクトリーでトレーニング後、1986年に14歳でデビュー。シャープの運営するインディー団体ワウィでキャリアを積む。この当時、高校時代の同級生で後に妻になるタミー・リンシッチと再会する。1992年1月、ブロンド・ボンバーのリングネームで FMW に初来日。その後、クリス・キャンディードの名義で ECW に登場。1993年4月には、ジョニー・ホットボディとのコンビで ECW タッグ王座を獲得。後に、クリス・マイケルズを加えたユニットを結成し、防衛戦には3人のうちのどの組み合わせで出場しても認められるという通称、フリーバードルールを採用して、タイトルを三者共有のものとした。その後、タミーを連れて、ジム・コルネットの主催する、SMW に参戦。1994年9月には全日本プロレスに来日した。帰国後の11月9日、SMW にて行われた復活版の NWA 世界ヘビー級王座次期王者決定トーナメントに出場し、アルスノー、ダーティー・ホワイトボーイ、トレーシー・スマザーズらを退け王座獲得。1995年2月24日に、ダン・スバーンに敗れるまでタイトルを保持した。1995年11月、サニーと改名したタミーと共に WWF へ進出。スキップのリングネームを名乗り、フィットネスのインストラクターをギミックとしたサニーとの男女、デュオ、ザ・ボディ・ドナーズで活動。後にジップをタッグパートナーに迎え、1996年3月31日のレッスルマニア12にて WWF、世界タッグ王座を獲得した。しかし、当時クリックのリーダーとして、バックステージでの発言力を増大させていた、ショーン・マイケルズといさかいを起こし、マイケルズによってタイトルを取り上げられ、5月19日のマディソン・スクエア・ガーデン大会にてヘンリーとフィニアスのザ・ゴッド・ウィンズに王座を明け渡している。1996年10月、当時 WWF と提携していた、ECW に再登場し、ランス・ストームと抗争を展開。後に、ストームとコンビを組み、1997年12月6日、ダグ・ファーナス&フィル・ラフォンとアクセル・ロッテン&ボールズ・マホーニーとの3ウェイダンスを制し、世界タイトルとなった ECW タッグ王座を再び獲得。1998年6月27日に、サブウー&ロブ・バンダムに敗れるまで保持した。同年下期からは、シェーン・ダグラスやバンバン、ビガロとのヒールユニット、トリプルスレッドの一員となって活動した。2000年に WCW に移籍し、3月に WCW クルーザー級王座を奪取。その間に XPW にも参戦、XPW 世界ヘビー級王座を獲得した。2001年5月には新日本プロレスに来日し、ベストオブザスーパージュニア8に出場している。WCW 崩壊後はインディ団体を転戦し、2005年1月よりTNAに登場。しかし、4月24日の PPV、ロックダウンに出場した際に足首を骨折。翌日に手術を行い、経過は良好のように見えたが、手術の結果できた血栓が原因で4月28日に死去。33歳没。ありがとうございます。